朝おはもか。夢の世界のお花畑に住んでいるバーチャル YouTuber の花城もかです。今日は10月29日、誕生花はストレプトカーバスです。ストレプトカーバスにはささやきに耳を傾けて信頼に応えるといった花言葉があります。花言葉は横向きに咲いた花が揺れる様子や5月から10月と長い期間咲き続けるため付けられたと言われています。大きさは30センチくらいで、花の色は紫、白、ピンクなど下向きに可愛い蘭のようなお花を咲かせます。ストレプトカーバスは成熟した葉を使って葉刺しを行うことで簡単に増やすことができます。葉刺しとは程よく成長した葉っぱを切って水に刺した状態で発根させて鉢植えなどの土に刺して栽培する方法です。少しだけ育てにくい花ではありますが、上手に育てると毎年花を咲かせることができます。なので名前は聞きなじみないかもしれないのですが、もしかしたら鉢植えで毎年どこかで見かけている方はいるんじゃないかなと思います。室内で楽しめる人気のあるお花なので、よろしければ周りを見渡してみてくださいね。それでは花城もかでした。今日も素敵な一日を過ごしください。いってらっしゃい。